こんにちは。歴ショックです。今回は、徳川家重の側近を務めた大岡忠光の生涯について紹介します。大岡忠光は、言語不明瞭だった将軍家重の言葉を唯一理解する者として、幕府政治の中心を担いました。それでも、同族の大岡越前忠相の教えを受けていたこともあり、私利私欲に走ることなく家重を支え、革新的な政策を取ることはなかったものの、徳川吉宗の政治路線を忠実に守りきりました。家重の信任を得た忠光は、大名にまで出世し、忠光の切り開いた出世ルートは、田沼意次が老中として権力を握る下地となっていきます。今回は、徳川吉宗と田沼意次の中間に位置し、言語不明瞭な将軍の下で幕府政治を支え続けた、大岡忠光の生涯について紹介します。大岡忠相の薫陶を受け、家重の小姓として出世する。大岡忠光の出自。大岡忠光の大岡氏は、徳川家康の祖父、松平清康の時代から松平氏に仕えていた譜代家臣でした。戦国時代の当主、大岡忠勝は、各地で戦功を挙げ、家康の父、松平広忠から一字を与えられ、忠の字は、大岡氏に代々伝えられる字となります。忠勝の子、大岡忠政も、家康の下で、三方ヶ原の戦い、長篠の戦い、小牧長久手の戦いなどに出陣し、最終的には600石の旗本になりました。しかし、忠政の長男、大岡忠俊は、関ヶ原の戦いの前哨戦の伏見城の戦いで討ち死にし、兄の後を継いだ次男の大岡忠幸も、大阪の陣で討ち死にするなど、大岡氏は悲劇に見舞われます。そのため、忠政の三男、大岡忠世の子、忠種が藩家に養子に入り、忠種は大目付を務め、2300石の領地を得るまでに繁栄しました。一方、大岡忠光や大岡越前の名で知られる大岡忠相は、忠政の四男、大岡忠義の系譜の出身で、一族の中での身分は低い方でした。忠義は、後に八代将軍徳川吉宗の側近として権勢を振るう、加納久通の祖先、加納久俊の娘を妻に迎えており、その間に、大岡忠相の祖父、忠明と、忠光の曽祖父、忠房を設けています。大岡忠相は、忠光の32歳年上で、格上にあたる大岡忠世家に養子に入り、1900石を領していました。しかし、本家の当主、大岡忠種の次男、忠房が、1696年に刃傷沙汰を起こして改易されたのに伴い、忠相を含めた一族が謹慎処分とされるなど、大岡氏は苦難の日々を送ります。その後、赦免された忠相は、順調に出世を重ね、徳川吉宗の下では、江戸町奉行などを務め、吉宗の享保の改革を支える一員になりました。忠相が徳川綱吉の時代に若手官僚として順調に出世していた1709年に初流の大岡忠俊の子として生まれたのが大岡忠光です。忠光が初めて将軍吉宗にお目見えしたのが大岡忠相が吉宗の下で活躍していた頃の1722年でした。その2年後、15歳にして吉宗の嫡男徳川家重付きの小姓に抜擢されますが、この抜擢も、忠相の縁戚という立場が一因になっていたと考えられます。忠光は、3歳年下の家重の小姓として、家重の元服前からそばで仕えていました。家重は、まだ紀州藩主だった頃の吉宗の長男として生まれ、4歳の時に将軍になった父に従って江戸城に入るも、病弱な上に、生まれつきの障害のため、言語不明瞭でした。そうしたせいか、幼少期から人前にあまり出ず、大奥にこもりがちで、酒に溺れる生活を送っていたと伝わります。それでも吉宗は、長男である家重を後継者と考えており、1727年には、家重を世継ぎとして江戸城西の丸に移し、この時に忠光は、家重付きの小姓として、従五位の下出雲の神の官職を得ました。この頃の忠光は、まだ領地は与えられておらず、給与として300石の6枚を支給される身でしたが、以降、家重の手足となって、幕府内でも働くようになります。この頃の忠光はまだ裕福ではなく、従者を雇う余裕がなくて、同族の大岡忠相に借りに行くなど、何かと世話になっており、忠相を本家と呼び、慕っていたと言います。一方、忠光は、
暇さえあればモノマネなどをして主君の家重を楽しませるなど親しく家重に仕え、家重も年の近い兄のように忠光を気に入り、忠光は躍進のきっかけをつかんでいくこととなるのです。家重の言葉を理解し幕府政治の中枢に上り詰める将軍側近としての忠光。徳川家重の小姓として仕えていた忠光は、家重が西の丸に入ってから10年後の1737年、28歳にして小姓のトップ、頭取まで出世しました。そこまで身分の高くなかった忠光が、ここまで急速に出世できたのは、言語不明瞭の家重の言葉を完璧に理解できたからだとされます。もっとも、家重が忠光にだけわかる言葉を発していたわけではなく、忠光が家重の目や唇の動きなどかすかな情報を逃さずに捉え、家重の意思を懸命に理解した努力の成果でした。言葉以外のあらゆる部分要素から家重の意思を汲み取っていたと考えられ、家重の意思を汲み取る忠光の技術は幕府内での武器として磨かれていくこととなります。こうした活躍が評価され、1733年には800石に加増され、1739年には30歳にして蘇我州御用取次見習いに任じられました。御用取次は将軍の側近中の側近として老中や幕臣とやり取りをする役職で、忠光はこの頃には次期将軍の最側近としての地位を固めつつありました。一方家重は成長するにつれますます言語障害がひどくなり、酒の量も増え服装にも気を使わなくなり、とても次期将軍とは呼べない状態になっていきます。そんな家重に表に出ないところで仕える忠光は、吉宗の下で名官僚になっていた大岡忠相のもとにたびたび相談に通っていたとされます。幕臣たちも家重には将軍を任せられないとして、老中主座の松平憲里が公然と家重の弟で聡明と評判になっていた田安宗武を次期将軍に推すほどでした。しかし吉宗はあくまでも長男の家重に将軍職を譲るものとし、1745年に隠居し、家重は33歳にして9代将軍に就任します。忠光もこの時に吉宗の最側近加納久通と同じ御用取次に昇格しました。もっとも吉宗は大御所として引き続き政務をとっており、家重は独り立ちしたわけではなく、この頃の忠光はまだ側近として大きなプレッシャーを感じるまでには至っていません。吉宗は家重の将軍就任後、田安宗武を推していた老中主座の松平憲里を罷免し、田安宗武自身も謹慎処分にするなど将来の禍根を断つ処置を行っています。吉宗存命時は吉宗と老中を中心に政治が進められていましたが、将軍家重を無視するわけにもいかず、家重の言葉がわかる忠光の重要性が以前に増して高まっていきました。家重が将軍として発する言葉は全て側近の忠光から発せられることとなり、仮に家重の意思ではなかったとしても忠光の言葉は全て将軍の言葉となり、自然と忠光自身が権力者となっていきます。忠光は家重の将軍就任からほどなくして大岡忠相に側近としての身の振る舞い方について指導を求めたといいます。その際に忠相は、物事は人にも世間に対しても真心を込めて広く総合的に判断することが大事だと、独りよがりに考えないことの重要性を諭しました。こうした忠相の教えを若い頃から聞いていたからか、忠光は謙虚で謙誠を誇らず人にへりくだらなかったので、恨みを買うことがなく慕われたと伝わります。1751年には徳川吉宗が、翌年には大岡忠相が亡くなると、吉宗政治の踏襲を掲げる家重政権の中での忠光の役割はますます高まっていきます。吉宗死後、忠光は上総勝浦1万石の大名に取り立てられますが、謙虚な態度は変わることなく、己の出世のために権力を利用することもありませんでした。家重の信任も変わらずで、家重が忠光抜きで外出した際に家臣が家重の言うことが理解できず、忠光に使者を派遣した際、その場にいないにもかかわらず家重が寒がっていることを察し、家重を喜ばせたというエピソードが残っています。こうして家重の側近ながら幕府政治になくてはならない存在になった忠光は、幕府を支える重鎮へと出世していくこととなります。
贈り物を拒まなかったことが賄賂政治の元凶に。晩年の忠光。忠光は、吉宗の死から3年後の1754年、吉宗側近の加納久通が、御用取り次ぎから老中の一つ下の重職、若年寄りになったのを先例に、若年寄りに就任しました。その2年後には、吉宗時代に廃止されていた柳沢吉保などが務めた側用人となり、老中並みの従四位の下の官位も与えられています。この時に武蔵岩槻2万石に加増され、老中をしのぐほどの権勢を手に入れることとなりました。もっとも、忠光の時代には商品作物生産が発展し、農村内での格差が広まるなど、新たな問題も起こり始めていました。吉宗の享保の改革のおかげで、幕府財政は一時的に好転したものの、1754年から始まった美濃の国の郡上一揆は、幕府評定所で採決が行われるほどの大事件に発展します。郡上一揆以外にも、民衆の不満は溜まりつつあり、幕府は統治を行う大名たちに厳しく接し、家重時代は大名の改易、減俸が特に多くなった時代でもありました。また、この頃から、幕末に活発化する尊王論が高まりを見せ始め、1758年には、尊王論者の竹の内式部が処罰される、宝暦事件が起きています。1767年に、明和事件で死罪となる尊王論者の山形大尉は、この頃は忠光に仕えており、幕政の中心、忠光の家臣でありながら、幕政批判、尊王攘夷を提言する、劉氏新論を出していました。しかし忠光は山形大尉を処罰することなく召し抱え続け、この書が影響したかは定かではないものの、直後に幕府役人への贈与禁止などを含む法令が出されています。権力を欲しいままにせず、家重に忠実に仕えた忠光は、強いて欠点を挙げるならば贈り物を拒まなかったというものがあります。忠光が賄賂を要求したわけではないものの、忠光にはケチなところがあったらしく、贈り物を有効活用しようと受け取り続けた結果、一部から批判の材料とされていました。また、この頃には、後に10代将軍、徳川家春の下で権力を握る田沼意次が出世し始めており、意次は忠光の歩んだ出世ルートを数年遅れで後追いしていました。家重の故障から忠光の下の御用取り次ぎまで出世し、郡上一揆の際には、将軍名代として、田沼意次が評定所に出て解決に奔走し、1758年には大名にまでなっています。忠光が私利私欲に走らずとも、贈り物を積極的に受け取った結果が、田沼意次の賄賂政治につながったとする見方もあります。忠光は、老中への昇進も打診されていたと言いますが、次第に体調を崩し、1760年6月に51歳で亡くなりました。家重は忠光がいなくなっては将軍を続けられないと悟ったのか、忠光の死の翌月には将軍職を息子の家春に譲って大御所となり、翌年に後を追うように亡くなります。忠光が政治の中枢にあったのはわずか9年でしたが、田沼意次は、加納久通、忠光が開拓した出世ルートを引き継ぎ、家春の下で老中まで出世することとなります。忠光死後の大岡氏は、息子の大岡忠義が継ぎ、岩槻藩主として幕末まで続きました。忠義の弟の久憲は、加納久通の養子となっており、後年、大岡家は加納家からたびたび養子を迎え、吉宗、家重親子を支えた側近たちの家は、ますますつながりを深めていくこととなります。大岡氏は、忠光以降は、幕府政治の有力者になる者は現れず、大岡忠光から7代後の忠連の代に、明治維新を迎えます。戊辰戦争では新政府軍に恭順し、武蔵で幕府脱走兵の取り締まりにあたり、華族令では子爵の地位を与えられました。また、忠連の弟の沖成は、田沼意次のひ孫、沖隆の養子となり、大岡家は田沼家とも縁を持つこととなりました。その後の大岡家は、しばらく男子に恵まれず、毛利一族の周防徳山藩毛利家などから婿養子を迎えるも、忠光の血を絶やすことなく、現代にまで続いています。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。
この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。